チームバロンドール、どんなチームにも負けない説。バロンドール、サッカー界最高の個人タイトルとされ、全世界のサッカープレイヤー約430万人の頂点に君臨することの証。今年はカリム・ベンゼマがこの賞を取ったが、他にもあと一歩でこの賞に届かなかった強者が多くいる。そんな中、我々はひらめいた。このメンツを集めたらめっちゃ強いやん。ということで、今回はバロンドールのランキング上位からポジションを当てはめ作ったチームなら絶対に負けない説を検証することに。ということで、早速打倒バロンドールを掲げ現れた刺客がこちら。出ました、パリ・サンジェルマン。黄金のユニフォームをまとったチームバロンドールはフランスのお調子者軍団を倒し、サッカーの厳しさを教えることができるのか。試合が始まる。すると開始早々からパリゴールを襲うチームバロンドール。15分にはパリの若きエースムバッペを完全にシャットアウトし、格の違いを見せるファンダイク。すると22分、ゴール前で細かいパスをつなぐとベンゼマのこの技ありシュート、これがゴールに吸い込まれる。見たかパリ・サンジェルマン、これがバロンドーラーだ。フットボールに真摯に向き合う男たちが幸先よく先制に成功する。しかしその直後、バリポールで試合が再開されるとサラーが殺人タックルをお見舞い。これは一体どうしたのか。このフットボールの神様に背くプレーに審判もたまらずレッドカードを提示。サラーらしくないプレーだが、もしやあの時の恨み。これで一気に厳しい状況となったチームバロンドール、流れはパリ・サンジェルマンに。すると40分、シュートをしていたファンダイクの手にボールが当たる。これはもったいない。この PK はネイマールが確実に決め、試合は振り出しに。相変わらずうまい。このまま前半終了かと思った45分、ベンゼマがこの日2ゴール目をマーク。34歳ながらキャプテン、エースとしてチームを引っ張る大活躍。このゴールで1点リードで前半を終える。しかし66分、ゴール前でメッシからムバッペにボールが入ると、これを決められる。パリのエースがここで牙をむき、試合は再び振り出しに。するとその後、互いにチャンスは作るも得点は生まれず、両者一進一退の展開で勝負の行方は PK 戦へ。同点で迎えた4人目、ベルナルド・シューバが決めプレッシャーをかけると、方向パリのメッシがこれを外す。これを決めれば勝利という場面で蹴るのはファンダイク。これを確実に決め、1人少ない難しい試合展開の中、パリ・サンジェルマン撃破に成功。ということで検証は続く。続いての刺客は FIFA ランク1位、ブラジル代表。またまたお調子者軍団が挑んできた。しかしなぜか元気のないパリピ軍団、昨夜のパーティー疲れか。ベンゼマのキックオフで試合が始まる。試合は開始7分、あっさり失点。チームバロンドールが試合に入りきれず、立ち上がりに得点を許してしまう。あの顔にまんまとはめられた。その後同様からか、アーノルドがイージーなミスで奪われ自陣深くまで運ばれると、ファンダイクがたまらずファールで止める。ブラジルをこのまま乗せてしまったらやばい。直後のフリーキック、ここも押し込まれるがなんとかしのぐ。しかしその後、一度勢いに乗ってしまったブラジルを止めることは難しく、21分に再び失点を許す。バロンドールの誇りを胸に、このままでは終われないチームバロンドーラーは数分後に1点を返し、流れを引き戻す。この流れで同点に追いつきたいチームバロンドールは惜しい場面までは行くもネットを揺らすことができず、前半終了。後半が始まり71分、いい位置でチームバロンドールがフリーキックのチャンスを得る。キッカーはデブライネ。これを決めることができるのか。あと数センチ。これを決められず流れが傾く。すると77分、ブラジルがチャンスを確実に決め、こうなったらもう止まらないパリピ軍団。ネイマールのアシストから2ゴールが生まれ、一気に4点差に。お祭り騒ぎのブラジルの雰囲気に飲まれ、中盤で大失態のチームバロンドーラー。試合はこのまま終わり、2試合目でまさかの完敗を喫し、検証失敗。この結果ではさすがにバロンドーラのメンツが立たないと、ベンゼマを差し置き、サラーが屈辱の土下座。リベンジを申し込む。ネイマールが一旦渋るお決まりの展開を見せるが、これを承諾。こちらもフェイントで返す高度な心理戦。何はともあれ、リベンジに燃えるチームバロンドール。フォーメーションを変え、より攻撃的な布陣でこの試合に挑む。なお、この試合はリベンジマッチということで1点ビハインドから始めることとする。約束されていた展開にもかかわらず、ロングランからいつも通りのゴールパフォーマンスでたっぷりと着を使うブラジル11。開始早々からこの男たちを止められない。気を取り直してキックオフ。試合は10分、ゴール前のネイマールにボールがつながると失点。やはり勢いに乗っているブラジルは強く、開始早々から2点差に。しかし直後の18分、マネが華麗な身のこなしで相手を剥がし、チャンスを作る。すると23分、ベンゼマ、レビーとつなぎ、最後はデブライネ。ブラジルの守備陣を欺く華麗な崩しでゴールを奪い、チームバロンドールが1点差に迫る。すると試合は進み37分。コーナーキックのチャンスでサラーのシュートが相手の手に当たり PK 獲得。泥臭くもシュートまで持っていくプレーでこの試合一番のチャンスを作る。キッカーはもちろんベンゼマ。決められるのか。決めた。バロンドーラの一発がネットに突き刺さり、2点ビハインドからついに追いついた。するとエンド変わり53分、レバンドフスキのポストプレーからデブライネにビッグチャンスが。一度は止められるもののレバンドフスキが押し込んだ。しかし相手の猛抗議判定は VAR に委ねられる。ゴール。堅い均衡を崩し、ついにチームバロンドーラーが勝ち越しに成功。勢いに乗っているチームバロンドールは65分、コーナーのチャンスからゴール。しかしこれは直前のファールを取られ PK という判定に。これを確実に決め試合を決めたいところだが、ベンゼマが外す。すると流れは打って変わり71分、失点。さらに81分にもゴールを許し、あっという間の2連打で勝ち越しを許す。さすがにこれ以上の展開はないと諦めかけた89分、サラーのカットインから細かいパスがつながり、最後はマネがネットを揺らす。この土壇場でゴールを奪い、シーソーゲームになんとか食らいつく。その後延長戦では決着つかず、勝負の行方は PK 戦へ。2人目までは両者ともに順調に決め、迎えた3人目のベンゼマが PK 失敗。その後は両者ともに確実に決め、勝負の行方は5人目のフォーデンへ。望みをつなぐことができるのか。負けた。チームバロンドールは2度の挑戦も FIFA ランク1位ブラジル代表を打ち砕くことができず、本検証は大失敗に終わった。にしてもブラジル強いということで、検証結果ワールドカップ優勝はブラジルと予想しますでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。